境界戦記のプラモはガンプラとはまた別の良さがあるに対する反応集をお送りします。気になって買って今組んでるんだがガンプラと違った独特な構成してるね。そういう新鮮さって楽しいよね。足回りとか独特ではある。価格の割にボリュームがあっていい。定価いくらか知らんけど。2000円台だから今時のガンプラ HG と変わんないんだよね。俺も昨日こいつ買ってきたけど値段に対するボリュームがすごいね。足関節2つあって畳めるのが面白い。ガンプラいっぱい作ってると味変にちょうどいいと思う。お安く買えるのも多いしオプションも充実してる。メイレスの胴体作るのなんかめちゃくちゃ好きなんだ俺。想像よりでかくて取り回しがガンプラで言うと HG の144分の1より900分の1に近く感じた。もう少し値段が安かったら、ってなるんだよ2000円オーバーだと。2000円超えてると心理ハードル上がるよね。で軽視半券ものなのにこの値段は安いよ。ものは構造面白いし手抜かりはないしマジでいいものですよ彼らは。商品展開についてはホビー事業部主導でガンダムに近いメソッドでやったんだろうなと値段やラインナップ見てると思う。このグリップ付きアサルトライフルが好みすぎてアニメ知らないまま武器セット買っちゃった。境界戦記のプラも値段の割に大きくて造形も良くて稼働しっかりするから買う人はいるよね。全く売れてなかったらこんなに続いてないんすよ。本編さえうまくいっていたらファフナーやギアスの後継として成功してたんだろうな。設定から脚本まで全てが悪すぎたね。内部事情で後半クールが急な路線変更でもあったというのならまだわかるんだが、話の流れが腑に落ちないままあの尻すぼみなラストだから作品としての評価は本当にひどいものだし、にクール視聴し続けた時間を返してくれと言いたくなるよな。アニメやらない方が売れてたでしょ、このプラも。デザインが好みで気になってアニメ見たら丸ごと興味失せた俺みたいなのもいる。一応箱を手に取っては見るけどアニメがちらついて結局買うには至らん状態。アニメ見てないけど普通にかっこいいと思うよ。ガンプラ探してる時に目に入って惚れ惚れするようなデザインかなりあるしね。アニメの出来は微妙だったけど、キットの出来はマジでいいんだよな。境界は番外編形から一気にデザイン良くなった。出来もいいので1コは買っておくのおすすめ。これで大きさが HG ガンプラクラスならミキシングすごくはかどるんだが、MG サイズなんよな。ガンダムファンはこれに割くお金とスペースがあったらガンプラ1個でも買った方がいいよねって思考になっちゃうんだよな。ガンダムブレイカー4に出てほしいよな大量に。ストーリーは個人の好みがあるとはいえ1クールアニメで約半分戦わない回なのは戦記系ロボアニメとしては失策としか言いようがない。結果2期は誰も話題に出さないくらい興味が失われてた。世間から顰蹙買いそうなストーリーなのに炎上しなかったのは誰も見てなかったからっていう。うんこの。好きな人にはごめんだけどこれ生産するならガンプラに回してくれ思ってた。ほんとそれ。今からでも売り場から回収して全部エコプラに転生させてほしい。俺的にはオプションセットは大変需要あるから許しておくんなまし。本体は、好きな人に任せる。本来は小規模でもガンプラ以外の柱を作りたかったんだろうが30ミニッツミッションズがそこを持っていっちゃったな。プラモの出来は良いのにアニメが足を引っ張るシリーズ。ギアスやギルクラを意識してるのに、低年齢層を取り込もうとしているからストーリーのインパクトもキレも悪いというかなんというか。未だに新作が出続けてるのはすごい。一つも買ったことないけど。俺はロボデザはいいんだと当時から主張してたよ。肝心の本編と主人公機を中途半端にヒロイックな色合いにしたのが良くない。でも、何でもガンダム、何でもガンダム、何でもガンダム、って、なってる今の状況はかなりまずいわな。ただのオタクが感じてるなら、当のメーカーは本当にピンチを感じてるはずだわ。昔は、いろんなところからロボアニメが出てたから良かったけど今はシンカリオンくらいしかないからな。ガンダムじゃないロボ、が必要なんだよな。コンテンツが一つだけになったら週刊少年サンデーみたいに、コナンが終わったらサンデーも終わる。状況、ふとした弾みでガンダムが死んだ時、それに代わる逃げ道を作っておくの大事。けど最近のロボアニメはディテール凝りすぎてプラモとかおもちゃ作るにはコストがね。でもメカデザ凝らないと見てくれんし。アーマードコアが大ヒットしてる流れで各社 AC のプラモ出してきてるね。ロボ物のプラモが世界市場で流行ってくれるなら主流を AC に移行していく方向はありかも。AC って海外でも人気なん？発売から1ヶ月の売り上げ250万本のうち日本の売り上げが70万本だから日本以外の方が売れてるようだな。本編機体がアニメで動かすこと前提のデザインだからかすげーダサいのよね。そのくせアニメでも全然動かないし。
好きなんだからもうちょっと安ければホイホイ買うんだけれど、ガンプラ枯渇圏にいるから境界すら低下なのよね。少子化と経済政策失敗で日本がボロボロになったところに各国が支援を名目に分割統治するようになりました。そもそもが武力制圧されたわけでもなく、ただの日本の自爆だし、統治軍を追い出したところで何も解決しないし、むしろ悪化するよね。これでどうやってロボを活躍させるつもりなんだ？まあ案の定この設定は1話で語ってるのに、猿空間送りにされたみたいだけど。もっと武骨ない意味で古臭いイメージで売り出した方が良かった気がする。オプションパーツとかガンプラに使いたいぐらい秀逸なデザインだなと思う反面、ガンプラに他ブランドのパーツ混ぜるの許せないマンだから結局買わずにいる。結論ガンプラで出せって話なんだが。機構を考えた人は天才だと思う。頭のデザインと全体の配色考えた人はバカだと思う。放送前から言われてた。主人公機なのに圧倒的にダサいと。一通り見たけどプラも欲しいと思えなかった。結局それだよな。せっかく特徴的な肘や足関節もあんまり見せどころがなかったし、デザイン面ですらカッコ悪い&世界観の提示もできてないロボアニメって印象しかない。パトレイバーなんかは関節隠しの布。ってだけで一発でああこういう世界観なんだな。これだけはこの世界のお約束なんだなってわかる。そういうの大事だよね。72分の1スケールのミリタリー系のプラモや小物と相性が良いのでおすすめ。ゾイドと絡めるの好き。グスタフのキャリアに乗せて引かせるの年甲斐もなくテンション上がった。プロと合用ほんとかっこいいよね。初めて境界戦機のプラモ買っちゃったもん。わかる、合用系は本当にかっこいい。プロと合用を一目惚れして買ったけど後悔してないな。次は合用カスタムが欲しい。バンダイって定期的にガンダム以外のロボットものやりたがるけどさ、結局はガンダムってブランドがあるから成功してるって気づいてほしいわ。その無駄なリソースを全部ガンダムに回せばもっと展開増やせるし利益も出るだろ。業界のプラモが丸々ガンプラになってたらこの品薄もだいぶマシになってたろうしな。これガンプラの改造パーツとしてもいまいち合わないんだよ。マジで無用の長物。ガンプラ品薄の時にご利用されてたから、こんなもん大量生産するくらいならもっとガンプラに傾注せよ。って感想しか出てこなかった。これが好きな人には悪いけど。本編見てないが白痴ってやつだけ形が気に入ったんで安かったら買おうと待ってるのだが、なぜかこいつが店にある時に限って安売りセールやってないのでまだ買えてない。もう工業デザイナーをロボアニメに採用するの法律で禁止すべきだよね。ターン A、フォーザバレル、境界戦機全部大コケじゃねえか。本当にもうやめてよ。むしろ工業デザイナーを重宝してほしい。デザインに感動するのばっかだし。ターン A のシド・ミードは工業デザイナーであると同時に SF 系のイラストレーターでもあるんだよ。それを工業デザイナーという肩書きだけに着目して、真似して工業デザイナーを採用すると SF 的な視点が抜けてひどいことになるってことでしょ。個人的な感想としては、プラモ単体の出来としては良い。ただ量産機だから複数揃えようとしたら値段が高め。ジョイント等の規格がバラバラすぎて気軽にミキシングができないので玩具としてはマイナス。あと発売当初はカスタムパーツとか全くなく白痴で高まってた期待も失速。デザインはいいのに、肝心のアニメが残念すぎるからな。あんなの見せられたら買う気失せるわ。